響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル、今日の担当は伊藤彩沙です。はい、ですね、皆さん今回はですね、こちらに大きなとても立派な看板があります。ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、ポッピンパーティーとサイレントサイレン対バンライブノーガールノークライライブのポスターでございます。こちら5月18日土曜日、19日日曜日に、メットライフドームにて、なんとドームにて開催されます。全国各地の映画館にてライブビューイングも実施します。チケットなどの詳細はバンドリ公式サイトをチェックしてください。はい、5月ということで、いよいよ近づいてまいりました。頑張りたいので、ぜひ YouTube をご覧の皆さんも遊びに来てください。はい、もう本当最近はそんな感じで、リハーサルとか頑張っておるんですけども、さて今日はですね、こんな企画をお届けしたいと思います。ガルパンビリビリプレイじゃん、ということで、久しぶりにこの装備になりました。ルールは皆さんご存知、こちらの低周波治療器をつけた状態でガルパプレイしていくんですけども、プレイ中にスタッフさんから出される計算問題に間違ってしまったら、その都度電流が流れてくるという、いろいろなんか設定多めのプレイですね。そう、これね、前回去年とか、ちょっと前にやったんですけど、結構難しくてすごい時間がかかったというか、思ってたより挑戦クリアが難しくて、なのでちょっと今回リベンジと言いますか、頑張れたらと思います。それではやっていきましょう。せっかくなので、じゃあノーガールのぐらいをやりましょうか。イージーでスタート。このね、計算が結構難しいんですよ。前回やった時ね、計算が結構できるっていうコメントをたくさん見ました。結構算数できるんだねみたいな。意外とね、ちゃんと答える。さあ、お願いします。いきます。6たす4は10。しょ。6たす5は11。10たす11は10、10、21。なんかじわじわ上がってくな。40。なんなんこのじわじわ上がってくの。35たす17は52。121。え、本当？合う。おー、12×13 は、12×13、なんだろう。160。あー、わかんないわ。ばばばばば来てますね。10×11 は、110。おいと。え、なんかビリビリずっと来てるんですけど、ちょっとビリビリ止まってないんですけど、どういうことですか。 11×11 は121。しゃ。 11×12 は122。あ、ちょっとビリビリ強くなったかもしんないな。そんなことないか。あー、ダメです。終わるから、もういけるじゃん、いけるじゃん。123+11は134。イエイ。102+105 207。やったー。あれ、できたわ。あれ、できちゃったできましたね。え、難易度上げるんですか。もうできたじゃないですか。仕方ないですね。じゃあリターンズでもするか。リターンズ好きですよ。じゃあリターンズのノーマルでチャレンジします。次もやってみせましょう。それじゃあやりますか。よし、いきます。はい。 8×12 は、え、なんか最初から難しいやつでいくんですか。96。もう地味にね、ちゃんと丁寧にプレイすることを意識するといいんですよね。11×13 は、ね、なんかそういうのばっかやるじゃん。え、11×13、133。あれ、違う。143。あ、143か。あー、このじわ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 、こうタップに影響を与えそうな感じのやつ。 13×13 は199。あー、違いそう。何ですかこれ。169。あ、惜しいわー。あらら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 
12×13 は？出た。 12×13 100。あいたーに 12×13 は12×13 100 69。あう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 、15×15 は？175。あれ違うわ。違うの？16×16 369。あれ49。あ、間違えた。63。12×11 は？あ、戻ってきたよ。100。結局なんだ、 12×11 結局なんなんだ。131。2。あ、イエーイ、やったなんかもはやガルパプレイより数学の勉強になった。なんか成長しました皆さん。やった。しかもなんか、なんかね、今回ね、ちゃんと計算しながらこう同じ問題もね出てきたじゃないですか、何度か。それを、あ、そういうことかってだんだんちょっと自分の脳が理解していくのも分かってきて、これやばい、活性化するわ。じゃあ、まあ、すごい、うまくいってしまったということでじゃあせっかくなのでノーガールノークライね、ライブも近いので、まあライブの話をしながらプレイをしたいと思います。どうしよっかな。ちょっとじゃあ頑張ってエキスパートいけたらいいな。できるかな。ちょっとやりたいと思います。よし、やるぞ。この始まり方がすごいワクワクするんですよね。対バンがポピパーにとってはまあ初めてなんですけども、そのもうドームっていうのももう初めてのことなんですよ。だから初めてがいっぱいあるわけですけども、いやードームだよ、ドーム、すごい。私ね、武道館のなんかインタビュー映像みたいなのがあったんですけど、ライブの時に、その時に次の目標何ですか、ドームですって言ったら、その直後に発表になってしまいました。すごいですよね。すごい夢が叶えました、ポピパ。私このなんかこのリズムを押すタイプの譜面好きです。あ、すごいのが、はいはい、なんかでもガルパンすごい番組とかイベントとかでもこうプレイする機会が増えてから、私親指、人差し指派だったんですけど親指派になりましたね。人差し指だとこう机に置かなきゃいけなくて顔が真下になっちゃうっていう、こう本当にちゃんとした理由というかそう大人の事情で帰りました。意外と強制したらできるもんです。お、やった、クリアできた、嬉しい。え、嬉しい、やった、やりました。ということで、無事に成功しましたし、ノーガールノークライの話もできました、嬉しい。いやー、ということで、ガルパビリビリチャレンジは、成功に収まりました。やりました。はい、ということで、今日の響きスタイルはここまでです。動画は誰かが、響きの誰かが更新しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日の担当は伊藤彩さでした。バイ、彩さー。